どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめちゃうよということで、日々簡単レッスン動画を公開している YouTube チャンネルです。さあ、皆さんどんどん音楽始めましょう。今日のレッスンも入っていきますよ。本日は G ラブのブラックビューティーモデルウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレ Amazon で即ゲット可能です。チェックしておいてください。さあ、本日のテーマ曲、今熱い曲いきます。鬼滅の刃オープニングソング、あのアニソンですよ。 Man with a Mission×ミレイさんの絆の奇跡と読む、難しい感じです。はい、まさにこれ鬼滅の刃の新しいオープニングソングということで、なかなか和風で力強くて、それちょっとこう泣きのメロディーも入っている、やばい曲です。これはやっていこうと思います。やるぜ。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますけど、なかなかパワフルですからね。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンはなんと、あの最初の三味線みたいなフレーズもちょっとレクチャーしたいと思います。あれね、めちゃかっこいいですよ。こんなやつです。やばいでしょ。はい、じっくり後でレッスンしますんでご期待ください。2バージョン最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、ね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい、でホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではレッスン入っていきましょう。 Man with a Mission かけるミレイさんの絆の奇跡、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 デン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 
せるまで若い命果てよとも繋いでゆこう絆が紡いで生まれた奇跡をの刃主題歌の絆の奇跡ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりめでやってみました。いかがだったでしょう。今の長さはですね、多分本当にオープニングのショートカットアレンジバージョンなんですけど、ここまででもですね
もう山盛り、てんこ盛りですから皆さん。まずここまでやっていきましょう。で、慣れてきたら、ある程度練習してもらって、フルコーラスバージョンにチャレンジしていただくのもいいと思うんですけど、ひとまずね、もうここまででもね、かなりパンチありますからね。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、伸ばすところとか結構多めなんですよね。なんで歌でね、表現を持っていくっていうのもあって、歌のメロディーもまあさておき、なかなかのね、雰囲気がこう、作っていく、歌で作っていくタイプの曲だと思うんですけど、コードはですね、皆さんびっくりすることに、入門コード、7個なんですね。7個。7個ってことはまあ、多いと思うかもしれないですけど、このなんかスケール感を、まあ入門コード7個でできるっていうのは結構すごいなと思って、さすがだなと。Man with a Mission。すごい世界観ですね。はい。思いっきり全開でアニメの世界観と混ぜて楽しんでいきましょう。まず皆さん、今のね、ガズレレのシンプル簡単バージョンに、と一緒に合わせるのを1個目のゴール設定としか目標にしてください。ガズの動画にはね、歌詞とコードが出てますから、それを見ながら何回もね、ウクレレ合わせて練習してもらって、これね、聞き込んでやっては、ゆっくりだったらできると思いますからね、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。できるようになった方はですね、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはなかなか難しいでしょうから、まずは楽譜を用意して、楽譜を何回も何回も見ながら楽譜練習を繰り返しているし、いずれ覚えちゃって、このサビのですね、解き放たれた大空に向かって歌いたいみたいな感じなんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんで手書きのノートに書いております。なんと皆さん、今回のこの曲からノート36冊目に突入です。1冊60曲ぐらい書けるんで、どのぐらいの曲になるか大体想像つきますよね。すごいことになってます。はい、こんな感じで書いたんですけど、これ見て、イントロフレーズ、これね、かっこいいバージョンではこのフレーズを弾こうと思うんですよ。これかっこいいバージョンかなり来てます。シンプル簡単バージョン、ここは Am を伸ばして口で言ったんですけど、はい、こんな感じでね、楽譜は書いております。ガズのノートの特徴は、この下にこの書いてあるのは、かっこいいバージョンではね、ちょっと弾き方とかこう指令があるんですね。上の段はシンプル簡単バージョンなんで、これ今の上の段を弾いていったのがシンプル簡単バージョンです。こうやって写しとくのでですね、あ、そうだ、ですね、今これ今もうちょっとしたらね、しっかり写そうと思うんですけど、今ね、紹介しようと、もうもちろん後でじっくり見せますけど、この楽譜はですね、今これで便利なサービス、ガズクラブでですね、ゲットできるんですよ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の絆の奇跡を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の、中から、毎月5曲、お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めて、ものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝4時半からガズラジやってます。FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。では改めて見ていきましょう。はい、絆の奇跡、Man with a Mission かけるミレイさんでございますね。このミレイさんの歌声もね、凄まじい。もう Man with a Mission、パワフルなね、感じとか。で、今もさっきも言ったんですけど、ちょっとね、これね、かっこいいバージョンでこのフレーズを弾いていきますが、今のシンプル簡単バージョンは口で言いました。Am を弾きながら伸ばして弾いて、で、ここからリズムが入るんですけど、これ、
かける2ですね。で、ここは下に書いてあるのはちょかっこいいバージョンで出ている指令なんですけど、これ2回繰り返す、2回目はツタタタタみたいな感じで書いてあります。他にもですね、こんな風に下にこのタタタとかスタタとか書いてある、これかっこいいバージョンで、やる指令になっておりますが、結構ね、なかなかいい感じです。ここも指令が書いてあったりしますけれども、ね、はい。じゃあ、お時間ある方はですね、今のシンプル簡単バージョン、このメロディーはですけど、後でここ仮説していきますけど、こんな感じで画面に映しておくので、一時停止で、ゆっくりメモってゆっくり練習していってください。して今のね、ガズクラブ紹介させてもらったんですけど、この楽譜、ガズの手書き楽譜のダウンロード、今日もめちゃくちゃ役立つと思います。もちろんこういうね、タブ譜の、タブ譜っていうか数字が書いてあるのも便利ですし、これ歌のねところ見てください。この V の字とか、これね、これ歌詞のタイミングが分かるんです。これ V はね、休符なんです。これどういう風に歌うかというと、ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、闇夜を駆け抜けて、全部裏で入ってきます。うん、闇夜を駆け抜けて、あとこえ向かう、このねリズムで分かるんですよ。向かうはリズム頭にくるよみたいな感じでね。で、あとカスカードには書いてないこの伸ばすところ、これとか、このね、ワンブロックに対しての位置関係もめちゃくちゃね、これ分かりやすいと思うんで、ぜひガズクラブに入っていただいて、この楽譜ゲットしてもらうのもめちゃくちゃおすすめなことでございますが、お時間ある方は一時停止で書いてください。まず A メロね。はい。そして、そうだ。で、今のシンプル簡単バージョン、この2行伸ばしました。で、B メロもここ伸ばしました。これかっこいいバージョンでここね、8ビートっぽいアルペジオでやろうという、後で解説しますけど、はい、B メロとサビ行きましょうか。で、ちょっと今日の楽譜ご注目ポイントがあって、こっからですね、1個のブロック半分になっております。はい。ちょっとそこだけ注意ね。ここまではここの長さだったんですけど、サビになってからこのワンブロックがちっちゃくなってますからね。ここ要注意です。ちょっとサビではですね、突っ込んでみましたね、大きく書いてもよかったんですけど、まだ大丈夫かなと思って書いたんですけど、ちょっと参考にしてみてください。はい、サビはちょっとだからね、見づらくなっちゃったね、もう申し訳ないです。大きく書いてもよかったんだけどなと思いながら書いちゃったんで、すみません。まあ、ちょっと分かりづらかったら動画のテロップを参考にしてみてください。はい。で、ここら辺ね、かっこいいバージョンでいろんな決めみたいなのが入っていきます。ここ無音ですよ、無音、音がないのね。はい。それで、ここもいろいろ書いてある。後で解説していきます。ここ。で、サビをやって、エンディングをやって、終わったという。はい。これはオープニングのね、長さ、ショートカットアレンジそのままなんで、まずここまで、がっつりやっていきましょう。はい。じゃあ、出てくるコード見ていきましょう。今日シンプル、さっき見たけど、コードね、たった7個なんですよ。信じられない。言っていきます。CAm、FDm、G7、E7、Em7 の入門コード7個。あ、今映ってるこの7個のコードは、ガズレレでは、めっちゃ入門コードのグループなんで、安心してください。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードつまり一体何かというと、このウクレレ音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ、10個万能と思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単だけど、いっぺんにドーンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますね。コード10個覚えちゃってください。さあ、じゃあかっこいいバージョンの練習に入っていきましょうというふうに思うんですけど、その前にですね、やっぱ歌の確認、このね、歌はですね、かなり難しいですよ、皆さん。聞いて、原曲もそうですけど、リズムを見失いがちになりません。特に歌い出し、闇を駆け抜けて、どこへ向かう、ここのリズムを4つでこうカウントしてしっかりリズムをキープしないと、原曲を聞いていても伸ばしてるんで、どういうリズムか分かんなくなっちゃうんです。なので逆算してガズを拾い出しました。このかなりね、難易度高いです。この言葉のタイミングがめっちゃ絶妙です。その次のところも、月明かりだけが、この辺の伸ばす感じとか、これはね、よっぽどこう聞き込んでですね、その雰囲気を掴んでください。伸ばすっていうか、ね、この空間っぽいところと、静と動がこの曲、混在してるんで、ね、そこをうまく表現するのが、いいかな。いうふうに思います。じゃあ、かっこいいバージョン解説入っていきましょう。かっこいいバージョンもコードは全く一緒。つまり弾き方が違うだけです。今日出てくる弾き方はこちら。ドン。8ビートのチャと、8ビートプラスアルペジオ。ちょっとこれね、A メロの最初のところとか B メロのところで、おとなしくなる ところで使いたい優しい感じのアルペジオなんですけど、ちょっと特徴あります。で、あともう一個はカッティング。
とシンコペーションですね。まあ、ひとまず今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされております。ただし8ビートプラスアルペジオっていうのはちょっとこの後解説しますね。他はねバッチリそこで解説してるんで見ておいてください。基本的な8ビートのチャ、これはロックなんでもうグイグイいくパワフルな感じと、さっきも言ったけど静と動なんでこうシーンとするところと激しく8ビートでも突き進む、力強く進む、その温度差がですこの曲の裏テーマでございます。はい、ちょっとね流れでやっていこうと思うんですけど、さっきも言いましたようにイントロのあの三味線みたいなフレーズはこの後じっくり解説するんで、慌てずにお待ちください。まずあの本編のところからいこうと思うんですけど、まずツタタタタっていうのはよくガズレで出てくるんでそれはちょっと解説しようかな。イントロのリズムが入った後の後半ね繰り返したところ、ドゥンダ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 ン、ここタタ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 、はい、こういうのよく出てきます。最初に一回チャを弾いてタタタタタタタ、こういうふうにツタタタタタってこれ曲の中で他のところにも出てくるんでね、これご注目で A メロン始まるんですけど、ここで出てくるリズムが、あ、ちなみにイントロはもうイケイケの8ビートのチャですからね、あのリズムが入ってからは。で A メロ闇を駆け抜けて、これ本当はその伸ばして弾いちゃうスタイルもすごい良いかなと思ったんですけど、まあせっかくウクレレがありますから、簡単バージョンでは伸ばした表現だったんですけど、このアルペジオと8ビートが混ざった感じ、これをやってみてやろうかなと思います。ちょっと、最初の A マイナーのコードをやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じです。8ビートのリズム A マイナーで弾くと、ジャンジャジャンジャジャンジャンジャンってこうじゃないですか。これをドンドペンドンドンジャンドペン、アルペジオっぽく返してくる。ドロンドペンペペン、最初にドロロンって全部弾いといて、次4弦1弦2弦3弦ドロン4123ドロン4123、こんな感じですね。その後の F もドンドペンペペン、優しく弾く。静と動がこれ裏テーマですからね。ちょっとやってみようかな。イントロの一番最後から。テン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 、ツタタタタタタタ、闇を駆け抜けてどこへ向かう月やか、こんな感じ。ドルドダンダダダダ、優しく弾く。で2番の A メロで、じゃーんって、ここからリズムが入ってきます。ここのね静かなところから8ビートの疾走感にパタッと変わる、あのねかっこいいんですよこの展開が。ここのねあの注目どころですね、このリズムの変化があるところやってみてください。で A メロの一番最後のこの後、されどこの胸の炎はのところ、ここはねちょっとねリズムかっこいいキメが入ってるね、ここは再現したいと思います。されどこの胸からいきますよ。ワン、ツー、スリー、されどこの胸の炎は消させない、今のここの炎は消させない、ここめっちゃ難しいです。タタ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 、本当はトマトトマトトマタタタタタ3連なんですよね。1 2 3 1 2 3 1 2タタタタタ、ここがですね歌いながらやるともう悶絶なんですよ。なのでちょっとタイミングだけでもねもしできればやるとかっこいいんですけど、これ超高難度なんでちょっとねめっちゃ分析すると、されどこの胸の炎、これカッティングも入ってるんですよね。チャッパッパ、カッパッパ、チャッパ。ここまでびっちりできればいいんですけど、速さもあるし、このね、言葉が、炎はに対して、タトとタトとタトで全然違うリズムなんですよ。歌とこっちが。これなかなかもう超脳トレなんで、めちゃ高難度。なんで、雰囲気で、いける人はちょっとね、ダダ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 っていう感じで、アクセントだけでもいいと思いますよ。それで、これでも十分だと思うんですけど、これでもちょっと難しいんで、そうしたらもう全部チャチャチャだでいいと思うね。さあ、レートコーの胸の炎は消させない。こんな感じでもいいと思います。とにかく、この大きい感じのおかず、ダダダダダって言って、次の、B メロ、だがために僕たちはまたストーンと落ちるんで、ここで一回盛り上げといて、ストーンと落ちる。このさっきも言ったけど、生徒と京都弱が隣り合っているところはこの曲なんで、このね、難しい三連っぽい決め。できたらちょっと練習してもらいたい。タトトタトトタトチャパパパパパなんですけど、はい、そんな感じです。で、その次もまたね、A メロの最初と同じで、だがために僕たちを、
この優しい8ビートとアルペジオが混ざったやつ。はい。これがまた登場します。これが正ですね。8ビートのチャがドで、こっちが8ビートのこのアルペジオが、正ということになります。で、無音の光さす日までやったら、あとはもう8ビート、サビですね。解き放たれた疾走感まさにグイグイ力強くいきたい。ここはもうね、もうロック。マンウィザミッションのあのパワフルなドライブ感をもう炸裂させていただきましょう。で、最後の方でちょっと決めが入ってきますね。君がいるこの世界のその後、我が命のとこからやってみます。ゆっくりめ。せーの、我が命、果てようともここ、繋いで行こう。今のは、繋いで行こうってこれ、言葉とリンクしてですね。繋いで行こう。シンコペーション、矢印マーク、Aマイナーでズコンと突っ込んでます。もう一回、我が命、果てようと、ここですよ。繋いで行こう。ダッとダッと。A マイナーでシンコペーション。ここ。全く歌詞と、歌と一緒ですか。繋いで行こう。はい。ここ、かっこいいところ。ね。バッチリ決めて。その後、今度、頭打ちのカッティングのリズムになります。絆が紡いで、これね、ドラムで言うと、我が命、タントン、タントン、繋いで行こう。絆がダッツ、ダッツ、ダッツ、ダッツって、これ、頭打ちって言うんですね。これを再現するために、ちょっとね、こう、こんな感じで、カッティングですね。左手でピッピッと止める。ちょっと流れでやってみましょう。我が命、果てようとも、繋いで行こう。絆が紡いで、こんな感じですよ。はい。生まれた、ドン。シンコペーションでストップ。今のわかる？生まれた、ドン。奇跡をドン。はい。ここはもう波状攻撃。めっちゃゆっくり我が命からやってます。せーの、三。我が命、果てようとも、これイントロみたいな感じで感想をやって、でまた最後エンディングてててててててカッティング頭打ちてて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 タダで終わって、このタッタッタ、このラストのエンディングのところも、絆が紡いでるところも頭打ちのカッティング、タッタッ左手で、はい、これカッティングっていうんです。このよく言えば、その前のところ、我が命はけようとも繋いでいこうのところもカッティングを入れるとかっこいいです。我が命はけよう。次です。ダッツ、ダッツ、ダッツ、ダン、ダッツ、ダッ。今のところ、ダッ。左手で止まってるでしょ。これカッティング。このやり方、さっきのリズムいろいろなところで解説してるんで、カッティングはコントロールできるようになるとかなり楽しいんですけど、なかなかこの、なんていうのかな、このバンドのアレンジの曲っていうのは結構ね、面白いアレンジが多くて、まあ難しいんですけど、ビチッとこう決まった時にはかなり気持ちがいいんで、ね、じっくりパートに分けてやっていきましょう。何回も言いますけど、正と動がこの混在している、隣り合っているのがこの曲のやっぱり、素敵なところだと思いますね。その辺、意識してやってみていただければと思います。さあ、それではお待ちかねのイントロのメロディーやってみようと思います。これ2つのフレーズがあります。まず1個目のフレーズ。これ全部1弦です。数字。ちょっとゆっくりやっていきます。もうこれただただやってもらうしかない。早くやってもらうしかないですね。で、ちょっとシンコペーションが1個入ってます。言っていきますね。の、0、10、10、0、7、7、0、5。ここシンコペーション。ドゥンダンダン、ドゥンダンダン、ドゥンドーンとちょっと突っ込んでるんですよ、このフレットが。もう一回。の、0、10、10、0、7、7、0、5。この後ね、今、ちょっと前に食い込んでしょ。その後、3、5、3、5、7、5、3、2、今の。ちょっと早いんですよ。ここだから、ちょっとね、これ、プリングオフとハンマリングオンっていう、これはですよ。これもですね、実はガズレレ YouTube で解説してる動画があります。さっきのウクレレでできるリズムのいろいろという概要欄に貼ってるところに、プリングオフとハンマリングオンっていう動画が上がってるんで、そこね、マニアックにやりたい方はちょっと見てください。ちょっとね、リズムに合わせてやってみます。せーの、3、はい。はい。でんでらでんでん。これ結構早いんですよ。なんでこれちょっと難しいんで、ちょっと逃げ道としてもう一個簡単バージョンやっておくと、タタ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 、これだったらできると思います。ゼロ十十ゼロ七七ゼロ五三五三五五三二、これだったら結構簡単じゃないですか。はい、これがパターン一なんで、パターン一の、かっこいい上級者編はタタタタンタラタンタン五七五三二が
かっこいいバージョン。簡単版は0100777053535532、これだったら簡単で、後半のフレーズ、もう一個のフレーズは同じ途中まで0100770、今度30305532です。もう一回いきます。0100770303055532。この3もちょっと矢印巻くシンコペーションですね。はい、もう一回後半のフレーズ、せーの、0100770303055532。つなげてやってみます。フレーズ1とフレーズ2いきます。せーの。はい、これをもう一回繰り返します。で、これかなりね、めっちゃ早いんで、あのガズさんの手見てもらうと、親指と人差し指でこれこうやって弾いてるんですよ。はい、ちょっとやってみましょう。でやるとね、いいんですよね。あのピック持ってる方はここのところだけこれピック使うとすごくいいですよ。はい、ピックでやると なんてことはないんですけど、指でやるとですね、このピチピチこんな感じになっちゃうんですね。あともう一個ですね、4弦を親指当ててミュートしといて、ですよね、これと やるの迷ったんですけど、4弦はね鳴ってるとね気持ち悪いんですよ。なんで当てて4弦の音出ないようにミュートしといて、開放弦2弦と3弦の開放弦を弾いて、同じフレーズ1弦の、これもかっこいい。かなり和風な三味線っぽい雰囲気が出ると思います。これ何回も何回も練習してもらうしかない。最初はもう当たり前だけど、早くは弾けませんからね。ゆっくりゆっくりやって、もうあのだん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 慣れていってください。これは超高難度だと思うんですけど、ゆっくりねやって、リズムが入ったらワンツースリーフォーってねんてねんてやっていくのもありだと思います。このフレーズかなりポイント高いんで、ぜひトライしてみてください。さあ、それでは早速やっていきましょう。マンウィズアミッションかけるミレーさんの、絆の奇跡ガズレリューかっこいいバージョンの山盛りですかね。やってみる。ワンツースリーフォー。ミレイさんの絆の奇跡ガズレレ流かっこいいバージョン。もうこれは今日はですね、かなり濃厚なアレンジというか、もうやりがいがある。ゴールデンウィークやりましょう。これまず簡単バージョンで歌をマスターしてから、できるところ取り組んでだんだん仕上げていく感じ。ぜひ皆さん思いっきり熱唱してやっていきましょう。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、
これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもで、ね、ガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。